ビルボード、ナンバーアンダーライン、アイ、ノー、イチ、40万枚超えでアルバム、セールス首位2024年度で3番目に多い初週売り上げに、3分の10訂正、2024年10月2日公開、集計期間、2024年9月23日から9月29日のビルボードジャパン週刊アルバム、セールス、チャートトップアルバムズセールスで、ナンバーアンダーライン、アイ、ノー、イチ、が当週40万4005枚を売り上げて、首位を獲得した。同作は、 ナンバーアンダーライン I の自信初となるフルアルバム。デビュー曲 Go と、平野翔がプロデュースした楽曲、ボン・ジングージ・ユータプロデュースのアルバム。リード曲、INZM などの既発曲に加え、各メンバーのソロ曲、バイ7分の24、透明になりたいレシピなど計13曲、通常版のみ14曲が収録されている。なお、2024年度チャートで最多の初週アルバム、セールスを記録したアルバムは、 現在ストーンズのザ・バイブスの50万570枚、2024年1月17日公開チャート、ついでセブンティーンの17イズ・ライト・ヒアーの40万4245枚、2024年5月8日公開チャートであるが、今回のノー・イチの売り上げはそれに迫る暫定3位。発売初週で40万枚帳を売り上げた作品としては3作目になった。2位には、今作が日本ファースト・ミニ、アルバムとなったウェの最新作、ザ・ハイエスト。 が73,217枚で続く。また3位には、二次三次所属の VTuber、サイグサーキナのファーストミニ、アルバム、ユニバース、が7420枚で初登場した。そして、9人組男性アイドルグループ、AXXX1S、アクシス、のセカンドミニ、アルバム、大変でエスケープ、顔文字、またね、が45,988枚を売り上げ4位に。5位には、 EBIDAN 所属の8人組ダンスボーカルユニット ICEX のメジャーファーストアルバムレトロトイ・ポップが43,802枚を売り上げチャートインしたビルボードジャパントップアルバムズセールス2024年9月23日から9月29日までの集計1位ノー・イナンバー・アンダーライン・アイ404,005枚2位ザ・ハイエスト・ウェーブイ・ヴィ73,217枚 3位、ユニバース、サエグサーキナ、7420枚。4位、大変でエスケープ、顔文字、またね、AXXX1S、45988枚。5位、レトロトイポップ ICEX、43802枚。記事書出時、内容に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。